おやんのかやんのかおら、やめてくださいやめてください、こらこら、おいやんのかやんのか、うわ。どうもこんにちは、佐藤慎之介です。今日はですね、目覚まし時計、皆さん目覚まし時計使ってますよね。 iPhone のスリープサイクルっていうアプリ知ってますか？僕は結構それを頻繁に、使ってたんですけども、結構スヌーズ機能が良くて使ってたんですけども、最近は全然それで起きれなくて、で今何を使ってるのかっていうと、物理的な目覚まし時計使ってます。はい、ちょっと持ってきますね。はい、見ますか、こちらなんですけれども、セイコークロックから出てるスーパーライデン、ちっちゃく書いてるスーパーライデンっていうモデルなんですけども、これが非常に評判が良くてですね、僕も使っててすごいなと。何がすごいのかっていうと、音がめちゃくちゃすごい。実際、買ってから4年ぐらい経つんですけども、こいつのおかげで仕事に遅れることがなくなったなと、バイトに遅れることがなくなったなという、一品です。型番が書いてますね。NR523K ですね。まあ、新型がもう出てるんですけども、これは前の型ですね。これが4000円ぐらいするやつなんですけども。でですよ、この下にあるものは何なのか。これも目覚ましです。この時計を見て、僕の母親がね、今実家に住んでるんですけども、母親がこれが欲しいと、使わせてくれということが何度かありまして、貸してたんですよ。で、いいなという風に言って、買ってくれということになって、買いました。それの開封です。開けていきましょう。朝から開封ですよ。朝から開封動画を撮れる、こんな喜びはないですね。はい、こちらです。じゃじゃん、コカ・コーラ。開けてみましょう。はい、コーラが入ってるのかな。開けてみましょう。これパカッと、トゥーン、プチプチに詰まってる。これは中は説明書、チャラリーン。はい、出てきました。これです。これもスーパーライデンですね、のコカ・コーラモデルを買いました。はい、で見てわかる通り、こっちはデジタル、こっちはアナログ時計なんですよね。だからこうくるくる回せると、くるくる回してこうやってね、見えるかな、針が見えるかな、こうやってくるくる回すことで時間を合わせやすいっていうモデルですね。まあ、うちの母親みたいな昭和生まれでも分かりやすいかなということで買いました。基本的にはプラスチック製なんですけども、ここが金ですね。金属になってます。うん、かっこいいじゃないですか、ここにコカ・コーラって。うわ、すごいかっこいいね。どうせだったらコカ・コーラモデルを買おうということで買いましたね。で、スーパーライデンの特徴、ここにね、音量を変えられるんです。ミニ、ミッド、スーパーってあるんですけども、こっちにもね、ミニ、ミッド、スーパーっていう風に簡単にね、こういう感じで変えられるという仕様になってます。いや、コカ・コーラモデルいいね、かっこいいわ。で、電池駆動です。単三が、3本で動きます。3本、こっちは単三4本で動きます。で、今ちょっと開けてみたら、この箱の中に入ってるんですよ。なんと入ってました、この箱の中に入ってました、炭酸電池が。ありがたいね、ありがたい、さすがセイコーさん、素晴らしい。ちょっと電池が取りにくいけど、電池が取りにくい。出てきました、ほら、富士通の炭酸電池3本出てきました。これを入れることによって動き出すと。はい、はまりました。ちなみにこのモデルの品番が AC605K って書いてます。はい、そして動き出しました。結構針の動きが滑らかですね、さーっていう感じ。時間を合わせてみましょう。今が9時56分、やばい、そろそろバイトの時間だ。ここに針を動かすネジがあるんですよね。で、アラームを合わせるときは押し込みながら回すという感じで、すると動きます。押し込んで回す、どっち方向にも
行くかな一応。ただ時計回りに回そうとするとガガっていくかな。うん、反時計回りの方がスムーズに回ります。そういう感じです。ちなみにミニミッドスーパーで小中大の小中大、まあまあミニでも大なんですけどね。だから大大特大みたいな、大特大巨大みたいな感じですね。電池寿命がミニミッドが約1年持つと、電池がね、スーパーを使うと約6ヶ月半年持つという仕様になってますって書いてますここに。はい、ちなみに時計を止める、んアラームを止めるところがここですね。ここの部分ですね。ボタンがあります。バーンと止めれると結構手に沿った感じでこう止められますね。はい、こっちのデジタルだとここのバーンみたいな感じになってますね。まあ、こっちもこういう感じで、ここにライトがついてますね。見えるかな、見えないかな、やっぱりね見えづらいですけども、まあ、こっちも、一応ライトがついてるにはついてると。はい、ちょっと光ってて見えないですけども、はい、一応ついてます。ここにねついてます。それではちょっとそろそろバイトの時間なので、後日にその音量デシベルを測っていきたいと思います。それでは皆さん、じゃあの、またじゃあの。